袋井フォーイチャンネル FFTV、 今日は4月28日火曜日、久しぶりに火曜日に戻ってまいりました。タイトルは FFTV 特集128、原発比率20%から22%、エネルギーミックスのまやかしということで、ゲストになんと豪華松原ひろなさんを、当てますねお迎えしました。いらっしゃい環境エネルギー政策研究所 ICEP の松原さんでいらっしゃいます。そして FOE ジャパンの吉田明子さんです。ようこそということで、なんか私ちょっとさっき来たので、なんかもう早速解説に入っていただいてもよろしいでしょうか、松原さん。はい、あ、いきなりなんですね。わ、はい、かりました。はい、ですね、エネルギーミックスというのは、今政府の方で何を検討しているかというと、2030年というですね、今から15年後ですかの、エネルギーの、姿で、一番注目されているのが、電源構成ということで、要は例えば原子力発電がどのぐらいの割合になるかとかですね、から自然エネルギーがどのぐらいの割合になるかとか、そういうことを決めようとしてるわけですね。で、なんで今焦って決めようとしてるかというと、実はいわゆる気候変動問題、地球温暖化問題で、日本がですね、削減の温室効果ガスの削減の数字を出さなきゃいけない。で、その期限が本当は3月末だったんですけども、遅れちゃってるんですけど、それをですね、6月の、なんかあのサミットがあるんですかね、その頃までもう出すことにしていると。あ、そういうことだな。いうことで、それを出すためには、その温室効果ガスをたくさん出している、化石燃料とかですね、原発と再生可能エネルギー、自然エネルギーは、CO2 出さないんですけども、とにかくその発電全体の、構成を決めなきゃいけないと、いうことで、今慌てて経済産業省がですね、決めようとしているということです。それで、ちょうど今日ですね、そのエネルギーミックスを決めるための、経産省の審議会が開かれました。これはだいたい月に2回程度のペースで最近は、開かれているですね、ちょっと前が長いんですけど、長期エネルギー需給見通し小委員会という名前なんですね。で、そういう委員会が、ありまして、そこで今経産省の方で審議を行っているということになります。で、じゃあそこでどういう検討が行われていて、実は今日その新しい、経産省の案というのが発表されたんですけども、その案の何が問題なのかということをちょっとお話をしたいなというふうに思います。で、このエネルギーミックスってどういうふうに決めようとしているかというとですね、これは実は去年の4月に覚えてらっしゃる方いるかと思うんですけど、エネルギー基本計画っていうのが決まってですね、これ政府の方で決めて、確かこの場でも多分議論な、一生懸命パブコメ出そうというのをやりましたね。パブコメ出してやってたと思うんですけど、それは去年4月になんか変な形で決まってしまいまして、でもその中にそのエネルギーミックスはちゃんと入ってなかったんですね。単なる方針だけ決まっていて、何が何パーセント数字は入ってなかったんですね。なので、その数字をですね、ちゃんと決めましょうということで、ですから去年の何月ぐらいからですかね、ここ半年ぐらいずっと、検討してきたと。で、今日がその一つの、マイルストーンというか、大詰めを迎えた日だったということになります。で、何やろうとしているかというと、まずはその省エネでどれぐらいその全体の、電力の需要が減らせるかみたいなことをまずやると。で、徹底した省エネをやりましょうということで、一応これはまた省エネルギー省委員会という別の委員会があってですね、そこで検討した結果が持ってこられたんですね。で、それが省エネどれができるかっていうのが、ある程度見えてきた。ただこれも問題があってですね、ちょっとこの図に書いてありますけど、この発電量の全体っていうのが2030年に向けてなんか増える想定なんですよ。なんか経済成長するから増えるはずだみたいな。どんだけ昭和の頭してるんでしょうねだけど増えるんだけど、そこから省エネして減らしましょうということなんだから、省エネして減ってるように見えるんですけど、でも実際は
今の量とほぼ変わらないんです。こんだけですね。そうですね、ちょっと減ったように見えるんですけど、うん、あんまり減ってないんです、うん、でそれでまあ省エネしましたねというのが一応政府の、言い方で、で次ですね、何やるかというと、再生可能エネルギー、自然エネルギーがどれだけ入るかと、うん、でこれはあのエネルギー基本計画の中で、再生可能エネルギーを最大限導入拡大するという一応方針があるので、うん、それをまあ検討しますと、うん、いうことですね。それでまあ、あの今日出た後で数字出てきますけども、案ですと、まあ、22% から 24% ぐらい、うん、ですねみたいな、数字が出てくると、そうするとですね、じゃあ原発の比率どうやって決めるかというと、これ今日審議会聞いてて驚いたんですけど、どうやって決めてるんですかって聞かれた時に、まあ、そういうふうに言ったわけじゃないんですけど、なんか聞いているとですね、省エネをこれだけやりましたと、で再エネをこれだけやりますと、その結果引き算として原発の比率はこうなりますねみたいな、そういう言い方を、そういうふうにはそのまま言ってないんですけど、なんかそういうふうに聞こえるような言い方をですね、あの私には聞こえました。原発ありきじゃないですよというふうに。そう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 、で原発依存度はだから省エネと再エネやったから増やしたから、減ったんですみたいな、まあ、あのちょっと減ってるように見えますけど、そういうことですね。で火力発電も当然減るわけですけど、まあ、ここにもいろいろトリックがあってですね、それをちょっとこれから説明したいと思います。はい、トリック。でまず原発の問題なんですけど、まあ、そうは言ってもですね、原発実は今いろんな問題があって全部止まってるわけですよね、うん、でそのことについてあんまりあのきちんと言ってないんですよ。止まったまんまもう何でしたっけ、500何日なりますよね。だから止まってるからにはいろいろその原因があってですね、まあ、規制委員会が、いいと言わないからみたいなところが当然あるんですけども、うん、他にもいろんな問題があって止まってるはずなのに、それについてはあんまり実はその委員会の中でも審議されてないんですね、うん、確か 1,2 回ぐらいの原発に関する審議の回数はなかったんじゃないかと思うんですけど、うん、その時に出たこの資料がこれがその一つです、うん、第5回だったんで、まあ、今回第8回だったら2回ぐらい3回ぐらい前の、資料なんですけど、まあ、日本全体でこれだけ原発があって、それで、まあ、福島第一原発は全部廃炉になってですね、うん、以前54基あったうちの、6基が廃炉になったので、ということですよね、うん、それから最近のニュースで、5基が古い原発が5基廃炉になりますというニュースがあって、はい、この赤くなっているところですね、この5基が、廃炉を表明して、ちょうどあの昨日ですかね、このうちの4基が正式に廃炉が、決まったというか、その日が廃炉の日だっていう、あの廃止になった日だっていう記念すべき日に、まあ、昨日なったらしいんですけど、このうち4基ですね、あともう1基も、近々完全廃止になるということで、で5基は廃炉になる、うん、ということで残りは43基なんです。 54-6-5 で合ってるかな43なんですね、うん、で残りの43のうち、この黄色いハッチングしている部分の原子炉については今あの、規制委員会の方で、適合性、確認の審査を行っているということですね。でそれ以外についてはまだあのその申請さえしてないと、電力会社ですね、うん、という状況なんです。でこの状況で、今後、この原子炉原発がですねどうなってるかという、まあ、年表、年を追ってどうなるかというのを示した、これも経済産業省が出した、資料なんですけども、であの今回の、まあ、規制基準を決めるときに、まあ、原則40年で廃炉しますということが決まって、はい、いてですね、全ての原発が40年で廃炉になったとすると、このハッチングされている、ように減っていきますというふうに経済産業省も、認めてるわけですね。でこれで見ていくとちょっと分かりづらいんですけど、2030年というのが、ありますけど、この辺りですかね、でそれで見ていくと、だいたい2000ってありますけど、2000万キロワットということで 3.11 前の、半分にも満たないですね、もう半分以下になってしまうというのが40年廃炉のパターン、なんです。
ですから、まあ、こうなりますと、3.11 前の原発の比率って、まあ政府は 28% って言ってますけど、あれは電気事業用で、本当はあの自家発とか全部含めると 25% なんですが、まあ、それはともかく、まあ、28% から、半分以下とか 14% 以下とかですよね、はい、になってしまうわけです。それがあの自然、ある意味自然体、なんですね。もし全部再稼働したとしてですよ、うん、まあ、それも絶対無理だと思うんですけど、うん、絶対無理だと思いますね、うん、で、じゃあ 10% なのはずなのに、後で出てくるその20から22っていう数字はどうやって出てくるかと言った時に、はい、ここに60年で運転終了する場合っていうぐらい線があるんですよえ、そんなことが法的に可能なんでしたっけ。一応ですね、規制委員会の審査に通れば、延長できますという。あ、そうか、高経年化のなんかあれを減れば、延長みたいな。そうなんですよ。60年はないだろうって感じですけどね。でもしあの全部60年まで延長すれば、この青いラインになると。おこれでいくと2030年に、はい、まあ、このあたりなので、うん、まあ、これだったらまあ 20% 超えるのかなと。改めてすごい計算してますね、という計算。あともう一つですね、隠し技というのが、今建設中の3基、はい、島根3号と、東京電力の東通りと、はい、それから、電源開発の大間ですか、うん、なんかあれも一応の数に入って入ってるの、その稼働を想定したらこうなれますみたいな数字が、ね、おマックスな、マックスな想定ですね、原発マックスですねですからこういう想定をした上での、あの数字だということを、あの理解しなきゃいけないということですね。前期再稼働、新設 OK、 60年延長。そうですね、ありえないですよね、はい、ありえないんですそれでなんでこんな無理しようとしてるかということなんですけど、まあ、先ほど刻んで決まってきたってもあるんですけど、もし刻んした後にあの原発の比率決めるもう一つ の、 あのキーワードがあって、ベースロード電源というキーワードがありまして、はい、ベースロード電源って何かっていうと、エネルギー供給計画の中で書いてあってですね、水力発電、まあ、大型のところにダムを使ったようなものですね、これはベースロード電源ですと。それから自然エネルギーの中でも地熱発電、これベースロード電源です、まあ、ここまではいいかなと思うんですけど、なんか石炭の火力発電というのは、非常にまあ経済上安いので、燃料が安いので、あの化石燃料の中では石油とか天然ガスに比べれば、ベースロード的に使いましょうということでベースロード電源になってるんですねなんか意味わかんないですけど、まあ、火力発電の中ではベースロード電源と言われてるんですね、うん、で原子力はベースロード電源と言ってるんですよ、まあ、これはあの NK 見学の中で原子力発電は重要なベースロード電源ですみたいなことが、明確に書いてあってですね、まあ、ここには書いてある原子力について記述読むと本当かみたいな、ことが書いてあって、これ読むだけではこれ本当原子力発電なのかってわからないような、空欄にしたらわかりませんね。そうなんで、これ原子力か原子力隠したらわかんないような、書き方してるんですよ、うん、運転コストが低廉で本当かみたいなだったら他に転嫁すんなよって感じですね、で安全性の確保を大前提に、安全性なんか確保できないだろうとか、ね、できないだろうと、で安定性に寄与するったって今全く止まってるのに全然安定性に寄与しないだろうみたいな、いうツッコミがたくさんできるぐらいの記述なんですけど、でもベースロード電源と政府は言ってるということで、でこれをですね、このひっくるめて、6割、維持しましょうということを、あの数回前の委員会から言い始めたんですね。でなんかなんで6割なのかなと思ったら、なんか、まあ、ヨーロッパとか、まあ、アメリカもそうなんですけど、現状ではベースロード電源は6割以上ありますねと、まあ、確かにあのドイツとか見ても、まあ、ドイツは石炭が結構多いんですけど、あと、まあ、アメリカもそうですね、海外では石炭をベースロード電源に使っている国が多くて、まあ、アメリカは原発なんかも、盛んに使ってますけども、そういったもので今6割以上ある国がほとんどですということで、日本もそれを目指すんですということを急に言い始めたんです。あ、なんかちょっと聞いていいですか、ベースロード電源ってこの間のエネルギー基本計画の時にわざわざ作り出した言葉ではないんですか。これはですね、昔から一応ある用語なんですけど、もともとこういう趣旨であんまり使うもんじゃなくて、まあ、要は1日のその電気の負荷パターンありますよね、でそのパターンに対して、まあ、ベースロード的に安定的に使うものをベースロード電源って昔から一応言ってたことがあ、言ってたことは言ってたんだ。それはまあ、ある意味、まあ、
コストが安くて、そういう安定的に動かせるものをベースの電源使うっていうのが今までのまあ電力会社のやり方だったんで、まあ、そういう言い方をあのしているということなんですね。で、この6割という数字が急に出てきてですね、で、まあ、これ経産省が言い始めたら急にですね、産業界もそうだそうだと言い始めて、あと自民党の一部 の, あの委員会なんかも、なんか試案としてあのそうだそうだって言い始めて、なんかみんなの申し合わせたようにそういうことを言い出してですね、でこのベースロング6割っていうのがあると、さっき言った引き算から考えて原発がおのずと2割になっちゃうんですよ、引き算していくと計算上という計算になっちゃうんですね。で、まあ、これは日本 の, あ の, そのベースの電源比率 の, あの推移なんですけども、現状では4割まで減ってますと、まあ、原発が止まっちゃってるんで、石炭と水力だけで4割ですねと、でこれ6割に戻すんですという、ことを言ってると。でこれがその海外のベースロード電源の比率で、海外は高いですねみたいなこと言ってるんですけど、実はですね、ヨーロッパの国々見ると実はベースロード電源低い国も結構あるんですよ、スペインとかイタリアとか。これはどれがどこまでがベースロードって、ああこの原子力、水力、石炭を足したのがこのピンクの上のところまで、この黄色いラインがベースロード電源の比率のところなので、まあ、確かにヨーロッパの平均は 60% 超えてますねみたいな感じなんですが、ただあの、ヨーロッパもですね、今どんどんシステ電力システムが変わっていて、将来的には減る方向なんですね。過去から見てるトレンドを見ると減ってる方向なんですよ。ベースロード電源ってどんどん減る方向だと。でいい電力システムというのはフレキシビリティがあるということを最近言い始めていて、フレキシビルな電力システムがいいんです。要は再エネがたくさん入るってことですね。再エネがたくさん入るような電力システムを実はヨーロッパなんかは目指している。アメリカなんかも州によって違うんですけども、州によってはそういう電力システムをちゃんと目指している、というのが世界の流れなのに、日本はそこをに背を向けてですね、今せっかく今4割まで減ってるのに6割に戻そうとしていると、日本は本当は4割で今からベースロード電源も減ってるんだから、そこから再生可能エネルギーたくさん増やして、あの柔軟な電源増やして、フレキシビリティ増やして、電力系統を強化して頑張ればいいんですよ、でも原発増やして元に戻そうとしているということです、ベース云々じゃなくて単に原発動かしたいだけだろうって感じですよね。そうなんです。であのもう一つですね、電力発電コストという話があって、そのベースロード電源になるためには発電コストが安くなきゃいけないんですね、じゃないとベースロード電源と言えないと。じゃあもう言えないんじゃないかという気がしますが、思ったらあのこの発電コストをですね検証するワーキンググループというのがまた別途あってですね、あ分かりにくい、あるんですよ、この小委員会の下に あるんですけど、でそこであのちょうど昨日ですね、この試算というのが出たんですね、それまでは、まあ、あのどうやって計算しようかみたいな、一回2011年に計算したことがあったんですけど、大島先生とかそうですね、それをもう一回やり直そうということで、やり直してたんだ、やり直したんですよ。でやっとあの方法を決めて、でやっとあの昨日ですね、その試算がこれまだ案なんですけど、これあの出てきたんですね、で一番左が原子力なんですけど、これ一番左いかにも小さそうな、一応なんか一番低いように見える、あの 10.1 円なんですけどね、キロワットアワーあたり。であの以前2011年の試算だと 8.9 円という、試算だったので、そこからまあ1円ぐらい上がってはいるんですが、まあ、他のものも一律上がっているので、あの結果的には一番安い電源という一応あの試算結果になっていると。どうやったら安くなるんでしょうねこれ、このこれがですねからくりがいろいろあってですね、こんな感じなんですけど、これは原子力発電のコストの内訳なんですが、今回大きく見直しがされたのが、あの自己リスク対応費用っていうのがあるんですね。で前回これが 0.5 円ぐらいだったはずなんですけど、今回なぜか減ってるんですよ。おいおい 0.3 円、なぜみたいな感じなんですけど、実はですね、あの福島原発事故による自己対応費用って、あの以前はあの、5. 何兆円とか言ったのが今12兆円超えてるんですね、ここに書いてあるんですけど、そしたらまあおのずと倍以上になるだろうと、普通考えるんですけど、なぜか減ってると。でそれはからくりがあってですね、あのあと追加的な安全対策を したので、あの規制委員会から言われて、あの適合するために、安全対策をしたので、事故の確率が減ったと、
あのさ、もう本当さ、もう超適当ですね。でなんか事故の確率があのとりあえず半分に減りましたっていうなんか数字が。どういう計算だよ、なんかそういう半分って何基準だよ。それが急に出てきてですね、半分になりましたっていう。はい。これ、はい、ひどいですね。なので、結果的には 0.3 円ですっていう。ああ、もうな、はい、ちょっとなんていうか。科学とか論理とかどこに行くんでしょうね。確率的ななんか検討しましたみたいなことらしいですよね。なんかね。で一方ですね、一応追加的安全対策っていうのがどんどんやられているので、その費用、この 0.6 円ありますけど、これは一応増えてるんですね。だからあの自己リスク対応費用は減って、で追加的安全対策費用は増えて、トータル、まあ、0.9 円なんですけど、はい、まあ、トータル費用は増えてますねみたいな。この子うっすらしたところにじゃあそれが入ってるってことですか。いや、でうっすらしたところ、これは あれです、あの12兆円がもっと膨らんだらもっと膨らみますよっていう部分なんですね。ちょっと気使ってるんだね。一応まだそういうの 10.1 円以上みたいな書き方はしてるんですけどね、という感じになってまして、結局 10.1 円というのが今、これまだ確定じゃない案なんですけど、このままいくとこのまま確定しちゃうと。そしてあのあれです、あのゴミの処理費とかはない。一応核燃料サイクル費用、まだゴミと言ってないので、あれはあのゴミじゃなくて資産で、これからあのリサイクルするので、核燃料サイクル費用っていうのが一応 1.5 円っていうのが一応入ってますね。じゃ本当だったらここに処分費用無限円が入るはずなんだけれども、 それはもうあの資産であるという状態になって、六ヶ所村の再処理工場でまだな再処理するつもりでいるので、終わってますね、はい、ということで、まあ、全コストも一応安いという数字があの出てきちゃってると。本当どういう神経してたらこういうの出せるのか本当に分かんない。で、こういうことに対してですね、あのいろいろまあ反論はちょっとあるわけで、私もあの委員を、あ、委員じゃない、コーディネーターを務めてるですね、現職市民委員会、はい、の方で去年4月にですね、脱原子力政策大綱というのを出して、規制基準が、緩やかすぎる問題点があるということをあの既に指摘を、しています。で、それをまあある証明するかのようにですね、あの、4月に、今月ですね、あの高浜原発の3、4号機の、運転差し止め仮処分命令が、うん、福一されてたと、いうことで、まあ、新規制基準は合理性を欠くものであるという、ね、はい、あの非常に歴史的な判決が出たわけなんですが、はい、まあ、それの一方であの鹿児島地裁の方では、うん、またああいう判決が出てしまったので、あれなんですけども、でですね、ちょうどあの今日あの原子力市民会としてこのエネルギーミックスに対する、まあ、声明ですねというのを出しています、原子力発電の根本的な問題点を先言ったような直視、しなきゃいけない。で、意思決定プロセスもなんか市議会で、一応公開の市議会で意見も一応募集してますけども、うん、まあ、市議会の委員構成というのはやっぱりあの原発推進がもう3分の2以上というか、もう元ですかね、4分の3以上とかいう感じで、反対する人はあの2、3名しかいないみたいな、感じですから、全然あの公平な審議になってない、ですね。で、新規制基準では原子力発電の安全性の確保は、できないと、うん、まあ、あの委員長、規制委員会の委員長自体も安全性の別にあの保証してるわけじゃないか、ね、正直に、あの審査してるわけじゃないということを言っているので、うん、でさっき言ったように発電コストも実は高いんだというのは、原子力市民会でもあの、部会長を務めている大島立命館大学大島先生もずっと言っていることです。で、さっき言ったようにその原子力発電の維持、2割維持するためにはあれだけ、全部再稼働して、全部60年まで延長してみたいなことをやらないと、2割超えないわけですから現実性もないと、で国民的な合意もないと、でベソロ電源というやり方、言い方自体が、発想自体がこれから起きてくる電力システム改革と、まあ、相反すると、いうことです、という声明を出しています。その通りです。からもう一つですね、あのこれはあまり注目されないんですけど、エネルギー自給率という、まあ、いわゆるエネルギー安全保障に、まあ、原発は寄与するみたいなことを常に経産省とか言うんですけど、うんうん、まあ、実はこの原子力発電をですね、エネルギー自給率に入れるっていうのは、去年ぐらいから言い始めたことで、それまでは入れてなかったんですね。あ、そうなんだ。あのてかウラン輸入ですもんね。そうなんですよ。あの2013年のエネルギー白書では、原発のある場合とない場合のエネルギー自給率が書いてあってですね、で標準は原発含まずだったんですね。原発含まずだと、まあ、5% ぐらいしか、エネルギー自給率がなくてですね、もし原発を純国産のエネルギーとすれば、
20% ぐらいになりますよという言い方を昔は経産省もしてたんですよ、うん、ところがなんか去年ぐらいから、これは去年のエネルギー白書の図なんですけど、うん、エネルギー自給率っていって、原発を含む数字しか出さなくなったんですね。お いつの間にか なんででしょうね、うん、いやだから原発がエネルギー安全保障に寄与するっていうことを強調した。一応名目としては IEA というですね、国際エネルギー機関というところが、こういう計算するときに、含めているからっていう言い方をしてるんですけど、経産省は。中国産エネルギーは2010年のエネルギー、マイクマイク、2010年の国国ってこれこれこれ、昔は純国産エネルギーとは言ってるんですよ。あ、でも以前はエネルギー自給率には純国産だから入れる場合と入れない場合と両方ちゃんと書いたのに、去年からは含んだ数字しか出さないようになってしまったという。だからもうメディアもみんなエネルギー自給率に原発含んだみたいなことになっちゃってますよね。含むんだって納得しちゃいけないね、そこで。納得しちゃいけないはずなんですけど、納得しちゃってるんですよ。だからこれも争点にならないんですよね。なんか麻痺してますね、メディア。だからエネルギー自給率を増やすためには原発を稼働しなきゃいけないんだみたいなことを言うと。逆だよ、はい、で今原発全く動いてないんで、まあ、同じ値なんですけど、まあ、原発含まないとエネルギー自給率って日本の場合もう 5% 6% って世界なので、うん、まあ、低いことには低いんですね、うん、でも原発動かしても基本では増えないわけですよ、うんうん、ウランは国産じゃありませんし、はい、危ないですし。でちょっと再燃の話に移っていきたいんですけども、はい、時間大丈夫ですか、ね、でもだいぶ増えちゃう、大丈夫ですか。これがですね、まだこれ速報っていうか、私のちょっと試算した結果なんです。去年の1月から去年12月までの、発電量の割合をちょっと計算したんですけど、はい、自然エネルギー、再生可能エネルギーの割合が、まあ、発電量の占める割合、まあ、12% ぐらいまで来たかなと、ちょっと増えたかなと、以前は 10% ぐらいだったんで、うん、まあ、大体今年に 1% ずつぐらい増えてるんですね、うんうんうん、まあ、そういう感じになってます。で特に一番増えたのは太陽光で、太陽光は 2% ぐらい、になります。以前はもう 1% 未満だったんですけど、うん、2% ぐらいまで、来てます。逆に風力なんかはあまり増えてなくて 0.5% ぐらいしかまだなくてですね、期待が大きい地熱も 0.2% ぐらいしかないんですね。これすみません、今ちょっとぼーっとして、世界、いやこれ日本です、日本です、日本で何に対して 12%、すべての発電量、日本国内すべての発電量に対する比率が、自然エネルギーの割合が 12%。 そんなにあるんですかとか言ってますが、でも大型の水力を含んでるんです。あ、はい、大型の水力を含んでるんです。そうか、あとですね、ちょっと月別にちょっと試算もしてみたんです。これ月別なんですけど、棒グラフが。1月から、実は一番高い月は 5月で 16% ぐらいいってるんですよ。へ、うん、5月意外ですね。なんでかっていうと、電力の需要が減るので割合的に自然エネルギーの割合が増える。あと水力発電もちょっと水量が増えて、雪解け水なんかが流れてきて結構増えたりするので、5月が割合的には高い、 16% ぐらいになるっていうのが今日本の現状です。でヨーロッパどうかということなんですけど、これヨーロッパ各国のですね、2013年の、再生可能エネルギーの比率ですね、電気に占める、はい、赤、それが赤ですね、うん、それから緑は、これはまあ、いわゆる目標値的なもの、目標値そのものじゃないんですけども、各国で、再生可能エネルギー比率として目指そうとしているような数値が緑です、うんうん、で見ていただくとヨーロッパの国というのはもう目標にかなり近づいている国もあって、デンマークとかスペインなんかほぼ目標値に近い数字まで来ちゃってるんですね。これ2020年の目標です、うんうん、2020年、あと5年ですね、うん、でも目標を軽く超えちゃってる国は実はイタリア、はい、すごいですね、イタリアってなんか太陽光とか急に増えちゃって、それはそれでいろいろ頑張ってるみたいなんですけども、うん、目標値超えちゃってる。で着実に増やすのはドイツですよね、ドイツは着実にやってる、うん、でイギリスが最近結構頑張っていて、ちょっと出遅れたんですけども、はい、イギリスが結構今頑張って風力なんかかなり増やしてるんですね、洋上風力とか。島国ですね。で原発大国フランスでさえ結構高い目標を掲げていて、一応それなりに増えてると。まあヨーロッパの他の国のほどじゃないんですけど増えてる、うん、じゃあ日本はどうかというと、2020年の目標ってあんまり明確じゃないんですけど、2020年の目標って 13% か 4% ぐらいなんですよ、うん、でもう 12% まで来たんで、まあ多分その目標ぐらいは、まあ、当然超えられるんでしょうけど、まあ、今問題になってるのは2030年の目標で、はい、それは今政府は20、
2から24って言ってますけど、2030年で。でもその目標値ってヨーロッパの目標に比べるともう2020年の目標よりも全然低いぐらいなんですよね。本当ですよね。みんな20以上ですよね、ということなんですよ。だから日本はまあ10年遅れてるってよく言われるんですけど、まあ、最終的な世界では日本は10年遅れてるということも言えるのかなと思います。でこの 青いのが2000年だから、これ13年間だけでコナミにもみんな増えてるわけですよね。そうなんです。13年間でその青から赤に増やしてるんですね、各ヨーロッパ各国、うん、でも日本は全然増えてないんですよ。ずっと 10% のままだったんですよ。あ情けないまあ原発に依存してたから増えてなかったという言い方もできるかなと思います。あなるほど、ね。うん、それは気候変動対策もそうだし、省エネもそうだというふうに言えると思うんですけどね、うん。やっぱそういう意味でも原発はダメだ。で日本は今あの固定価格改定制度始まってからあの太陽光が非常に増えていて、実はドイツはですね、2012年ぐらいまでが世界一毎年増えたんですけど、最近はちょっと、増え方は落ち込んでいて、この緑の棒グラフですね、ドイツはね。で赤が日本なんですけど、日本は去年ですね1年間で900万キロワットぐらい1年間に入った。原発9個分過去ドイツが1年間に入れた量よりも多いぐらい、まあ、日本はドイツの大体倍ぐらいの、電力の規模があるので、こんぐらい入っても全然おかしくないんですよ。ですね。で右側にあるのはあの太陽光発電協会っていう日本の太陽光の業界団体が出しているあの、まあ、シナリオロードマップで、2020年に5000万キロワット累計でですね、で2030年1億キロワットぐらいにできるんじゃないかという、うん、そういうシナリオを発表しています。これだったとしたら何パーセントですか。これぐらいいくと太陽光だけで 10% ぐらいいくんじゃないですか。あもう全然余裕で、はい、すごいですね、はい。こっちは風力発電で、日本風力発電協会というところが業界団体ですけども、2030年だったら陸上で2600万キロワット、うん、で洋上で、だいたい900万キロワットぐらい、入れられるんじゃないかと、まあ、そういうシナリオを、あの発表しています。で今日もですね、この日本風力発電協会の方から2030年の目標値はこのぐらいやれと、やるべきだというあの声明が出てますね、風力の業界からは。でこれはですね環境省、これ一回あの報道があったあれです、環境省の方で三菱総研に委託して、検討した、シナリオの例なんですけども、ちょっと見づらいんですが、2030年とか真ん中あたりにあって定位注意好意と3パターンあるんですよ。で好意っていうのは頑張った場合で、定位ってのはあんまり頑張らなかった場合っていうことなんですけど、で一番頑張った場合だと2030年に、3066億キロワットアワー、再生可能エネルギー導入できるんじゃないかとういうことをあのここではシナリオで、書いてます。でこれはどういう数字かというと、日本全体の、発電量ってだいたい1兆キロワットアワーなので、まあ、35% 相当ぐらいになるんですね、あの今の発電量の割合でいくと。じゃ あの経産省が出している案はどうかと、いうことなんですけども、これがあの今日発表された経済省の案をちょっと私の方でまとめ直したものなんですが、太陽光は 7% ぐらいですね。で風力が小さくて 2% ぐらい分しかないんですよ。かわいそう。これは、日本風力発電協会が言ってるものの3分の1以下です。ああもう業界団体こそ本当に大文句ですよね、で地熱が 1% 相当ぐらいで、バイオマスが 5% 相当ぐらいで、水力がまあ 10% 相当ぐらいと、で全部合わせてまあ 25% 相当、24% 相当かですね、24% 相当ぐらいになるというのは今回の経産省の、案ということになります。まあ、これが低すぎるんじゃないかということですね、さっきから言ってるような。太陽光は業界団体も、1億キロワットって言ってるわけですから、さらに、増やせると、これの、まあ、1.3 倍ぐらい 1.4 倍ぐらいできると、で風力は3倍以上できると業界団体は言ってるということですね。でこれがその政府が最終的に今回出した案のまとめなんですけども、再エネを22から24% ですね、で引き算で原発は20から24%、で両方合わせると再エネと原発合わせて 44% というですね、このなんと22から24とありますけど、要は足したら44になるっていうことらしいんですよ。
要は CO2 ゼロの電源が、まあ、あの足したら 44% になるように、しましたと。あ、なるほど、いうことらしいんですね。うーん、で、他のですね、電気以外も考えないと CO2 の排出量とか出てこないので、うん、それも一応計算していて、まあ、位置エネルギー供給という言い方で言ってますけど、これでエネルギー自給率、原発入れれば、24% になるって言ってるんですね、エネルギー自給率が、うん、でも実際は再エネだけがエネルギー自給率に含まれると考えれば、14% ぐらいですね、うん、でも実際は原発動かせない、うん、はずっていうか動かせない可能性の方が高いので、だからエネルギー自給率を 24% にしようと思ったら、再エネをそこまで増やす必要があるということですね。だから原発の分まで含めれば、発電量でいくと 45% ぐらいまで再エネを増やせということですよね。全然いけますよね、エネルギー自給率を。そっちでいいじゃんって、そう、そういうことなんですよ。ということで、ICEPの方からもですね、提言を出しておりまして、はい、ホームページも載ってますけども、こういった提言を出してます、うん、ということで、はい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 、ありがとうございます。まあ、自然エネルギー効率化、地域主導三本柱にですね、から省エネ効率化の深掘りと、デカップリングというのはですね、要は経済成長したらエネルギー消費量増えるっていうのが、カップリングということなんですけど、エネルギーは、経済成長しても増えないと、そういうふうに、まあ、ヨーロッパはすでにそうなってるんですが、そういうデカップリングしましょうということですね。で、自然エネルギーを機械エネルギーに受け付けるべきだと、なんか地域主導分散ネットワーク型のエネルギー、に大転換しましょうと、それから福島原発事故の教訓を踏まえた現実的な、脱原発政策をとですね。で、気候変動政策対策ですね、国際的な責任を果たすためにエネルギー転換をちゃんとやりましょうと。から国民参加の開かれた議論の場ですね、これがちゃんとないということで、それが必要だということです。で、ICEPとしてもエネルギーミックスを一応提案、しておりまして、2030年、ですね、ちょっと思い切ってですね、自然エネルギーの割合を 50%、まあ、すっきりしますよね、うんうん、半分、そのためには発電量全体も 30% 削減と、うん、いうことが必要になりますが、そういう提案で、最終的には2050年頃までには、うん、自然で 100% を目指しましょうと、あ、いいですね、いうような提言になってますということです。はい、もうちょっと長々と話しました、はい、しましたけども、ありがとうございました、はい、以上です、うん、はい、いや、 やっぱり2050年に 100% だとかいう方がもうみんなやる気出ますよね、明るくなりますよね。で、これやるためには原発ゼロってやっぱり決めないといけないんですよ、うん、これ決めないと電力会社も経済界もやる気にならない。逆に原発ゼロって決められたら電力会社も、はい、産業界も必死にやりますよ、うん、ですよね。あ、で、ちょっと思ったのは、どれほど拘束力があるかっていうのか、その60年運転で全機再稼働とか現実的には無理なのに、言ったことは何、どういう影響力を現実に持つの？ですね、一つは今回、まあ、何だけ急いでるか、さっき言ったように、あの CO2 の削減、温暖化、ガスの温室効果ガスの削減目標を出すために、うん、数字を出しているっていう側面があるんですね、うん、それで急いでる、うん、でも本当は、まあ、エネルギー計画に書いてあることが具体化されて、それが政策に反映されるっていう、側面があります、まあ、数字になったから政策にどう反映されるかっていうのはちょっと微妙なんですけども、でも、例えば原発に関して懸念されるのは、うん、まず数字ありき、うん、で、この数字を実現するには、じゃあ再稼働難しいですねと、うん、から60年以上難しいねとなると、うん、じゃあリプレースしましょうかみたいな話が出てくる可能性があるんですよ。で、今日の、うん、あの審議会の中でもそういうことを発言している委員が何名かいました。だったらリプレースですねみたいなことを経産省は言わないんですよ、事務局は、うん、でも委員がそういうことを言ったみたいなことが結構既成事実化される恐れもあったりするので、非常にいやらしいですね。いやらしいですね、はいはい、ちょっともう吉田さん、思いの丈を言ってやってください。はい、ね、この原発、まずは原発比率のことで言うと、うん、ありえない、ありえない、現実的に不可能、うん、まあ、ほぼ不可能なことを、うん、ね、2030年、今のことじゃなくて15年後のことに、うん、そんなことを、まあ、目標というか掲げてしまうというのが、うん、ちょっと国としてどうなのか、国としてどうなのかと思ってしまいます。そんな、ね、実現不可能なことを目標にして、それにやっぱり全勢力を
あの全政策を動員して持っていくというものがそんな虚偽的なというかハリボテのようなもの、うん、あの非常に危ういというか、うん、ですよね。で、まあ、なぜそうなっているのかってやっぱり原発を進めたいというか維持したいというか誇示したいというかね、うんうん、まあ、一番大きいのは電力会社の経営問題ですよね、まあ、維持しないと潰れてしまうような電力会社がいくつかあるんですけど、まあ、電力会社の違うんですけどね、うんまあ、でもそれによってやはり省エネもブレーキをかけるし再生可能エネルギーもまあすでにブレーキがかかり始まっているという、うんうん、ねえまあ未来に逆行しているということがまあ、あのまあ、まかり通っているというか政府の方針として出されているということに、まあ、まだ決まったわけじゃない、まあ、そうですね、でもほぼこれが、ね、あのこれまでのパターンで言うとということがありますけれども、なんかパブコメみたいなやつが出てるんでしたっけ、はい、今回案で出たんですけど、あの要はさっき言ったように数字をもう決めなきゃいけないから、うん、今回、まあ、いわゆる院長預かりっていう形になってこの数字はそのまま確定してしまう可能性が高いですけども、うん、まあ、あのおそらくパブコメ的なことはやるんじゃないかと。なんか意見箱とか意見箱はこれもずっとやってて、まあ、引き続き意見は受け付けるらしいんですけど、うん、意見箱には今回もですね、これだけの意見がこの分厚い、この厚み分かります、この厚み。ただこれなんで厚いかっていうと、とある学校がですね、はい、生徒に出させたっていう、あ、そうなんだ、授業でね書いた、あ、そうなんだ、それがなんかなんだろう、100人そういうことか、そういうことか、まあ、でも多いように見えてまだまだ少ないのでもっともっと必要なのでまだ出せるので出しましょうということ。経産省の N 庁のホームページとかで、あ、そうです、経済産業省のホームページトップからこのもう出せますね、意見箱、意見箱ですね。じゃあパブコメも別にまあ一応やるってやるって言われてましたよね、言われてたので連休明けにかかる可能性が高い、でもパブコメが始まると意見箱が閉まってしまうので、これまでのじゃあ先に意見箱とりあえず出しといて、パブコメ始まったらパブコメ出すと、まあ、それこそ本当一言、あの原発 20% はありえない、うん、非現実的であるということだけでも出す必要があるかなと思います、うん、ちょっとつぶやくついでにね、うん、で、まあ、今日ね、あの、電力需要がね、電力需要が今後伸びるっていう、今後伸びるっていう前提がちょっと非常に問題、はい、現状で今どう時効後はですね、ちょっと今正確なものをここに、用意してないんですけども、基本的には、2010年と比較して今 5% ぐらい全体の発電量自体は落ちて、います。これはもう、2008年のリーマンショックの頃から基本的には減る傾向にあるんですけど、うん、発電量全体は、うん、で、あの 3.11 後にまた落ちて、ですからリーマンショック前のピークから比べて多分 10% ぐらい落ちてるんじゃないですかね、発電量全体は、うん、という感じ。なんかその3.11分がこの程度とか、なんかそういう分析みたいなのあるんですか。発電量だとまあ 5% ぐらいかなという感じですね、今のところは。 3.11 のまあ効果っていうか、そうですね、その後ずっとあの、うん、維持されてるんで、この減ってる状況がある意味、うん、でも今より増えた想定が2030年になってるっていうのがまあおかしいですし、うん、しかしまあその増える想定だから 17% 削減ということになって、なんかそれもねおかしいですよね。で今と同じぐらいなんですね、結果的に、うん、省エネの努力ってやってるんですか。省エネってまだ余地すごくあるんですか、うん、それをあの一応省エネルギー省委員会というところで頑張って検討したってことになってるんですけど、それがまあ 17% みたいな。じゃあ逆にその全体が増えないで 17% 減ったらもっと減るってことですよね。そういうことです、ね、そういうことなんです。現実的にはだからも、うん、あのエネルギー効率はあのこれから格段にアップしていくし、あの住宅建物の断熱性能の基準なんかも、まあ、新しいものができたところで、うん、まあ、それが適用していくのってやっぱ時間かかりますよね、うんうん、まあ、でも2030年になると、まあ、ある程度の建て替えも少しは進む。で、まあ、あの照明だとか空調の機器も、うん、まあ、高効率なものすでに出てきてますけれども、それが普及していく。それに加えて、うん、311の後にやっぱり東京電力の管内で2割ぐらい削減が1年間でできたわけですよね、うん、まあ、節電が普及した、うん、でそれは、まあ、東京電力ではできたけれども、関西電力とか他の県内では、まあ、それほどまだというかじわじわと今ね2000なってきてる、まあ、そういう
努力の部分というか、機器、まあ、ハードの省エネとソフトの省エネと合わせれば、まあ、相当な3割以上の、まあ、3割4割の可能性があるということを、まあ、NGO だとか、研究機関の、まあ、試算では出されている、ということと、まあ、今より増える想定とこの、まあ、あまりにも乖離がありますよね。そうだね。まあだから、あ、ちょっとその出しかけたそれは、はい、まあ原発ゼロが民意ということをベースですからね。すごいすごい、これ昨日一日で作った感じ。まあこれ今日2時からこの経産省の委員会がありましたけど、1時20分から、まあ、坂上さんとか満田さんとか、まあすごい少人数でしたけれども経産省の前でアピールをしました。まあベースに原発ゼロの民意がある、それがまあ無視されているということも忘れてはいけないし、まあ本当に非常に無視されていて何度も私たちも言ってきている、またかって感じですけれども、まあそれでもまあ意見は出さないといけないよと、ということですね。もうなんていうか、向こうが悪いという証拠をちゃんと残していこうみたいな、そのファブコメ出したら朝日新聞の記者が掘り返してくれて、ほら 9割ぐらい原発反対じゃないかと、まあ、そういうことでたとえ無視されてもこう相手にダメージをこうジャブのように与えるというね、効果をうまくで。でも別にやつらがこのように言っていても別に勝手に自然エネルギーが増えて自分が進んでもいいわけですよね、っていうわけにはならないですかね。そこもだからこう政策がこういう方向で再生可能エネルギーが規制されかねないという、まあ危機的な状況にあることも、まあ、ある事実なんですよね。その来年から電力自由、小売が自由、家庭も自由化されるじゃないですか。でパワーシフトキャンペーン、はい、緑のチラシが、そうです、まあ、そういうわけで今自然エネルギーの電力会社にとって、まあ、電力会社、まあ、これからできるわけですけれども、まあ、自然エネルギー非常に危機的な状況なので、まあ応援していこうというキャンペーンパワーシフトを始めました、で来年から私たち家庭も、まあ、アパートに住んでいても一軒家に住んでいてもですね、東京電力とか、まあ、関西電力とか以外のところも選べるようになるんですね、でこれはまあ10年ぐらい前からまあ環境団体とか行ってきたけれども、まあ、ようやく現実になるというかなり画期的なことなんですね、まあ、ただいいことばっかりじゃなくて、原発の電気とか、石炭の電気とかが安いよということで、まあ、どんどん、売り込みが、まあ、広告宣伝が、まあ、激しくなるということもあるということで、まあ、やっぱり自然エネルギーの電力会社を選びましょう、来年の、4月から契約が実際にできるので、かなりすぐですよね、1年もない、実際に変えましょうというキャンペーンを始めました、パワーシフトで、見ていただけたらと思います。でエントリーするとそのちゃんとした自然エネルギーの電力会社がの情報が届くと。そうですね、今パワーシフト宣言というのを集めていて、こんなに多くの人が自然エネルギーの電気を買いたいですよということを宣言を集めてます。でこれはまあなぜかというと今各社準備中なんですね、来年に向けて自然エネルギーの電力会社もまあどこから調達してと、どのようにビジネスモデルをどうするかということを今まさに検討中なので、買いたい人がいますよということを、示して応援したいで、まあ、してくれた人にですねパワーシフトキャンペーンから情報をお送りしたいと思っています。で今年の夏ぐらいにはこんなところがありますよというふうに紹介できたらなということで、まあ、5、6、7月とそういった検討を進めていきたいと思っています、まあ、でもその中でもやっぱり今自然エネルギー、まあの PPS に向けて準備している会社話を聞き始めているんですけれども、やっぱり厳しい状況、固定価格の買取価格も下がってきているし、非常に規模が小さいんですね、ということで、まあ、消費者の声と同時にやっぱり国の政策への働きかけも同時に進めていかないといけないだろうなという感じです。なんかこの間その準備してるうちの一人に聞いたら、まあ、今までの電力と同じくらいかちょっと安いぐらいで出せるんじゃないかなみたいなことを言ってたけど、そのいくら経産省が原発安いと歌ったところで現実に原発はお金かかってるわけだから、安くできない、その原発持ってない方が現実に、まあ、初期コストはかかるけど安く作れるはずなわけじゃないですか。
まあ、今自然エネルギー PPS 準備している人たちは、うん、東電より安くしないと買えあの売れないからっていうので、安いか、まあ、もしくは同じぐらいの価格で準備しようとしているみたいです、うんうん、まあ、ただそれもあの託送料という送電線を使うお金がどうなるかとか、うん、まあ、他の再生可能エネルギーの電力をこう買う時の価格がどうなるかとかによってまだ分からないんですけれども、うんうん、そうか、まあ、とりあえずね、その宣言に山ほど集まって、はい、ああこんなに買ってくれる人がいるんだ、よしじゃあ もっと風車立てるぜ、イエーイってなるようにこうガンガン宣言しましょう。そうですね、ヨーロッパです、まあ、去年ドイツ行ったんですけど、まあ、シェーナウ電力が有名で、あそこは 100% 自然燃料電気売ってるんですよね、うんうん、それを、まあ、ドイツ全体で10万人以上、に販売してるということで、まあ、ドイツではもうそういうのは割と普通に行われていると。で、あの電源の表示義務があるんですよ、うん、自然燃料割合がどのぐらいあるかっていうのを表示しなきゃいけないと、うん、そういう義務があって、消費者はそれをきちんと知ることができると、うん、で日本のそれがちゃんとできるようになるかっていうこともちょっと今問題になってるんですね。でなまだ分かんない、どういう形でなるか分かんないんですよ、うん、じゃ原発 20% とか書かれないんだ、書かれない可能性もあるし、分からないんですよ、どういうふうに書かれるかって決まってない。あ、それは出してもらわなきゃダメですよね、うん、ね、そうか、じゃあ、まあそのような動きも応援しながら、あのじゃあ今日はこの辺で言い残したこともないですか、いいですか、はい、はい、じゃあ告知は特にないですかね今日は、はい、じゃあということで今日は豪華ゲストにお越しいただきまして、あのとんでもないエネルギーミックスのに対する反論をあの解説いただきました。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。では、また来週、とりあえず意見箱とパブ、意見箱出そう、あ、なんか回ってない、エネルギーがありえない